こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、この責任持った発信が大事と話す中田敦彦さんが YouTube でフェイクを流す問題点というね、Yahoo ニュースのタイトルでお届けしたいんですけども、これがね、どういう記事かと言いますと、この石堂龍仁さんというウェブライターの方が書かれてるんですよね。で、田中敦彦さんの YouTube 大学っていうのは皆さんもご存知だと思いますけども、いろんなね、歴史的な学びとか政治的な学びとか宗教的な学びを与えてくれる、そんなねコンテンツなんですよね。すごくいい、語り口とですね、テンポの良い、スピーチが我々を引き込んでくれるんですけども、この動画の中にいろいろとね、フェイク、間違いがあるんだよっていうふうに、この龍仁さんがね、ウェブライターの龍仁さんが指摘してるんですよ。で、それはね、本当に良くないよ、中田さんっていうふうなことを言ってるんですよね、この記事の中で。で、なんで良くないかというのは、中田さん自身が、こういうの良くないじゃんっていうふうに過去に語っているっていうところを引用してるんですよね。だからこれに対して、私がどう思うかってことなんですよね。ここにちょっと3行ほど読ませさせていただきましょうか。取り上げた動画に限らず、多くの中田氏の動画にはそのような基本的な事実について誤りが指摘されていると。100万人以上のチャンネル登録者を抱える中田氏にも、まずご自身の言った通りのことを期待したいと思いますが、どうでしょうって書いてますよね。問題提起してくださいます。で、これについてなんですけども、私はね、中田さんのこの動画が好きなのは、中田さんはこういうふうな動画を作ることによって、私の言う通りに考えなさいっていうことでは全くないし、どっちかに誘導しようとしてる、そんな気持ちは全くないよっていうのね、何度かお話しされてるんですよね。そういう前提があるのと、もう一つ中田さんが言われてるのは、こういうふうなことをきっかけに、歴史ってそういうこと本当にあったの、じゃあ調べてみようかな、自分で勉強してみようかなっていうので、自分なりに、検証してみた結果、中田さんの動画と違うところあるじゃんっていうふうに気づいてほしい。それが歴史を知るという、学ぶっていうことの始まりなんだよってことをね、本当に至極真っ当なことをお話してると思うんですよ。私たちはですね、学校でいろんなことを学びますけども、社会に出たらその通りにいかないことを結構あると思うんですよ。で、そのたんびにですね、学校の教育が悪いとか、学校では金融を教えてないとか、学校ではコミュニケーションを教えてないとか言いますけども、そうではないと。学校で教えたことをきっかけに、自分がどう学んでいくのかってことに気づくのが本当の教育だと思うんですよね。だからこれは今回中田さんが、私の言う通りに考えなさいとか、私は間違いを言ってませんよっていうことではないし、当然ですね、責任を持って発信すること大事だっていう思いはあるんで、間違えても当たり前だっていう開き直ってるってことは全然この中田さんないんですよね。ただこの龍仁さんが指摘するように、中田さん嘘言ってるじゃないかって責めるに値しないのは、中田さんは私の発言の中で皆さんが学ぶこととのギャップに気づいてほしい、それが勉強なんだよってことを繰り返し私たちに伝えてくれてるんですよ。ここだけなんですよ。中田さんの YouTube 大学のものすごくいいところってのは、ここだけなんですよ。なんていうのかな、学んできたことと自分で学ぶこととの差に気づくこと、そしてどうなのかな、本当なのかな、どっちなのかなって考え続けることが、まさに教育だ、学びだって言ってるんですよね。誰かの言われたことを丸暗記して、それで教育が終わりではなくて、どん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 違いに気づいていくこと、そして解釈が変わっていくってことも当たり前のように起きること。100年前の歴史の教科書と、そして現在と100年後の歴史の教科書でずっと一緒じゃなくて、新しい事実が分かれば書き換えられるんだよってことなんですよ。それについて昔の人は嘘を言ってるって責めるのには値しないよってことなんですよ。だん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 事実ってのは分かってくるし、いろんな歴史学っていうのは検証があるわけですよね。で、A っていう歴史学者と B っていう歴史学者、それぞれに違う見解があって、それはしょうがないんですよ。だから証拠を積み上げて時間が解決していく。さらに次の時代の歴史学者が出ていって、本当のことが分かっていくってことを繰り返されていくと思うんですよね。で、今回龍仁さんはね、結構ね、中田さん嘘言ってんじゃないのみたいなことを結局書いてるわけなんですけども、そうではないんじゃないかなと私は思うんですよね。中田さんは精一杯私たちに何のバイアスもなく伝えてくれていて、あとは皆さん自分で勉強してくださいねっていう、そういうふうなね、きっかけを与えてくれるに過ぎないんで、こういうふうなね、中田さんに対してフェイク広めちゃダメだよっていう記事をあんまり書くと、中田さんみたいな人が出てこなくなっちゃってね、結局エンターテインメントもなくなるし、私たちが学びを自発的にやろうっていう場所もなくなってしまうことが、ものすごくね、大きな損失になると思いますから、この記事ね、本当にびっくりする内容で、中田さんを責めてるように見えますけども、その龍仁さんもそうではなくてね、私たちに多分問いかけをしてくれてると思うんですよ。中田さんの動画を皆さんも丸々パクリ丸々暗記するんではなくて、今度は自分が中田さんぐらいに勉強していって、中田さんをね、
中田さんの解釈を超えていけるぐらい興味を持っていきましょうねってことを話してくれてるんじゃないかなと思います。以上ですね。私はこの記事を見てね、本当に自分自身、あ、いろんなことに気づいたなと思いました。本当にありがたいなと思います。龍神さんありがとうございます。そして中田敦彦さん、YouTube 大学、これからもどんどん盛り上げていってください。よろしくお願いします。